高尾ゴタイは、低カ頭皮連続の多年層。株全体が単緑色になる。茎はやや斜上し、高さは35から60センチメートルになる。茎に翼はなく、上部で分子する。根室葉は、普通花時にも存在する。根室葉と茎の株につく葉の葉心は、草質、卵形から長卵形で、長さ7から11センチメートル、先は旧 A 戦闘。 基部は心形になり、円は葉状円で大きく浅く湾入し、バイオリン状になる。葉の両面に短毛があり、傭兵は長さ7から10センチメートルになる。近縁で関東地方西部と四国に分布し、山地の林縁の岩場に生育する、甲州火ごたえ S アマビリースのように葉の裏面が青白色にはならない。夏季は9から10月。登場過剰は早上、または、 三棒状に三から1個が緩くつき、頭花の小道は約二センチメートル、花柄は長さ三から十ミリメートルになる。双方は緑色、長さ十七から十八ミリメートル、計十から十八ミリメートルになる筒型から、強筒型で少しく模型がある。双方辺は十一から十二列あり、双方外辺は非新型で、双方内辺の半分の長さになり、 双方中辺と、えっともに絵と頭で先は開けでするか緩やかに反曲する。頭花は筒状花のみからなり、果敢の長さは13から14ミリメートル、色は淡べに紫色になる。果実は長さ5ミリメートルになる、痩せかで楕円形。肝毛は二輪性で落ちやすい外輪は長さ11ミリメートル、花子にも残る内輪は、 長さ1から3ミリメートルになる。なお、平凡社の旧館、日本の野生植物総本スリーオーベンゲルでは、双方辺の数は7列とある。日本固有種。本州の関東地方南西部に分布し、低山から山地帯の夏緑林の林下や道端に生育する。なお、平凡社の旧館、日本の野生植物総本スリーオーベンゲルでは、分布地は、東京都、神奈川県とある。 和名、高尾紐代は、高尾平い,いのいで、タイプ標本の最終地が、東京都高尾山であることから言う。植物学者、中井竹之進による命名である。種小名新糸豆は、新多数に似た、縁が深い波状のの意味。植物学者、中井竹之進は、船橋忠和が高尾山で採集した、いくつかの植物の検定を依頼された。そのうち一種に、 ト皮ヒレン族があり、当時そのエリアに知られていた、大大ト皮ヒレンエズニッポーニカやセータカトーヒレンエス、田中へと異なり、葉の左右とも中央が湾上に列国し、双方辺の先端部分が長いなど、それらの種と異なっており、別種と考えた。ロシアの植物学者コマロフが1907年に、記載した、満州産の新種である、谷ヒゴタイエス、死ぬアタコムに似ているものの、 歯型が若干違うことから、同種の品種 S、シヌアタコム、F ジャポニカ中井とし、和名を、高を、日ご体とした。なお、中井は、あと日本種を、独立種 S、死に問いず中井としている。ありがとうございます。